例えば南米ですとかね、中東ですとか、ですごく人気が出てくる浜松で作っているピアノを意識して作りましたとかいうですね、この殿様たちは藩の税収の10分の1のキャッシュをポンと渡されたんです。見るものとしてもご自身楽しまれているということですね、はい、あとは、日本のこと全然知らない例えば南米ですとかね、中東ですとかですごく人気が出てくれるんじゃないかと期待しております。そう、中国がどうとかね、ヨーロッパがどうとか、この辺の人たち日本史も徳川もよく知ってるんですよ。でも全く関係がないっていうか、日本に関心がない国々で全然違う、てか素直に面白がってもらえて、徳川家康というキャラクターが定着していってくれるのかなというふうに期待しております。時代物としてというか、こう人間ドラマとしてもこう、見て楽しいものですからね、だから黒澤明の七人の侍が実はあれ元になる話がちゃんとあるんですし、それはさておいてです、でこれが結局日本史がどうとか、関係なく、スターウォーズとかにすごく影響を与える、そういう風になってくれるんじゃないかなというふうに、そこも期待しております。期待されることといえば、やっぱりこうゆかりの地の盛り上がりというのもあると思うんですが、先ほど岡崎にも行かれたと言ってましたけど、どうですかね、各地盛り上がってる感じっていうのは家広さんは肌で感じることがあります？各地それなりの形ですごく盛り上がっておりますが、静岡、浜松、岡崎で一番町として活力があるのはやっぱり結構大企業の浜松なんですよ。ここはですね、わざわざ、大河ドラマ館を新しく建てました。しかもですね、これすごくいい建物なんです、壁が黒くてね、ツヤツヤしていて、近くまで行くと顔が映っちゃう。でこれは浜松で作っているピアノを意識して作りましたとかいう、静岡と岡崎は既存の建物をそのまま使い回しております。でその浜松の新築の大河ドラマ館で私名誉館長で、岡崎ではその元々の建物が、三河武士の館家康館というんですけれども、それの名誉館長を、昨年、いや今年に入ってから代替わりに伴って父から私が引き継ぎました。いやそういった関わり方ですね。あと静岡は歴史博物館と一律の建物が、今年になって今年の頭にオープニングしたんです。非常にいいタイミングでうまくいきました。でそこに先ほどの志田具足っていうその久能山東照宮にあるこういうやつですね、それと家康公は子供の時に着ていた子供用の鎧のレプリカが飾ってあります。でレプリカといってもこれ本当に正確に作ってるんですよ。なんかプラスチックじゃないんです。牛の皮をなめしたのをちゃんと糸で一つ一つ、糸とかですね、色あせちゃった部分がこれ全部新品なので、ものすごく綺麗なんです。家康公が見たのと同じものがそこにある。日本で鎧をちゃんと作れる人って5人ぐらいしかいなくて、一番若いやつはもう60超えてますから、間もなくこれできなくなっちゃうんです。そういった意味でも静岡の博物館は見る価値があるんですね。ぜひ、地元の盛り上がりというのも期待したいと思うんですが、せっかくなんで、宗家についてもお伺いしたいなと思っていて、今日は何でも聞いていいですって、 NG なしですっていうことなので、私も聞いていきますし、後で皆さんにも質問のコーナー設けたいと思いますので、いろいろお聞かせ願いたいと思うんですが、嫌な質問があったら後でバチが当たります。そうですね、大権現様の罰が十五代将軍徳川家が終わって、明治維新の後っていうのは、あまりこう徳川の話って聞かないんですけど、それ以降っていうのは家広さんまでどんな歩みをされたんですか？三軍が迫ってくるときに景気公は
もう家を離れてしまう、まあ、隠居という言い方になりますけど、その時に6歳の子供、別の家から連れてきた子供に後を継がせます。田安亀之助と言われておりまして、この子が6歳で家督を継いで徳川家里という名前になります。でこの子が徳川家臣団3万名ぐらいを率いてですね、静岡まで移るんです。で初代静岡藩知事、静岡という地名もこの徳川家里がつけました、まあ、周りがこう考えて、で6歳の子供に静岡にしようと言わせたということですけれども、はい、彼が命名者なんですね。で、まあ、でですね、まあ、うちに限らず明治維新の時に殿様たちってどうだったの、まあ、日本史上の公然の秘密というのがあって、でみんなですね、家族、華やかなの族というものになるんです、はい、で大名と公家、お公家さんですね、まあ、京都で非常に待遇が悪くて苦しんでた皆さんと、そして、維新に特に功績のあったもの、まあ、伊藤博文とかそういった人、大久保利通とかそういった人たちですけれども、3種類の人間を集めて一つの特権階級を作りました。でうちもそこに入りました。で一番最初から一番格の上の公爵、公家と書く公爵になったんですけれども、はい、でそのままですね、16代イギリスに留学するんですね、16歳かな、明治10年ぐらいですね。だからもう西南戦争が起きて騒然としているんですが、実は殿様たちみんな留学するんですよ。で明治維新の時に殿様たちはみんな一斉にまだ子供か少年ぐらいの息子にですね後を譲り、そしてその息子たちはみんな殿になった途端に海外に留学する。殿様たちは藩の税収の10分の1のキャッシュをポンと渡されちゃうんです、なので江戸時代はものすごく藩の経営で苦労していたのが、突然経営しなくてよくなって、お金たくさんもらえて、で東京都内のですね、まあ、中心部に屋敷を作りなさいという夢のような生活が、まあ、夢は長くは続かなかったんですけど、やってきましたということなんです。だ実は一番明治維新で得をしたのは殿様たちだったんですね。だって現に活躍した人たちはほとんど自然死してる人いないですから、西郷、大久保、岩倉具視もその前に暗殺されかかって大怪我を負ってるんです。伊藤博文、木戸幸印、病死ですね、はい、坂本龍馬なんか明治維新の前に行っちゃってますから、うちが皇室をあるいは新政府を支えているという構図はどうしても必要だったので、当主になるっていうことは小さい頃から意識される教育とかものすごく、ましてアメリカ、でも日本は人口の6割が車がなくてるのかも。